モハマルも、イドリスは、カメルーンやウンデ出身の元同国代表のサッカー選手、イドリソとも表記される。母国の RC バフーサム、コトンスポールガルアを経て、2000から01シーズン冬の中断期間にドイツ語部の FSV フランクフルトへ移籍した。FSV では18試合15得点と、大活躍したが4部に昇格できなかった。しかし、イドリス個人としては、 翌2001から02シーズンに3部の SV、米ンに引き抜かれ、サベル、ベンネティシャとコンビを組み得点を量産した。翌シーズンに移籍金30万ユーロで一部の加入するとフレディ・ボビッチとコンビを組み、初のトップリーグ挑戦ながら9得点を上げる、活躍を見せ、シーズン終了後に契約を2006年まで延長した。しかし、 2004から05シーズンになると先発出場が1試合と出場機会がわずかなものとなり、さらに同シーズン冬の遺跡市場でチームはベリコ・パウノビッチを獲得したことで居場所がなくなり、フランス一部の SM カーンに貸し出された。2006年1月に MSV デュースブルクと個人契約を結ぶも、膝の問題からメディカルチェックを失敗し参加できず。また、 ハノーオファーに戻ることができず無所属の状態に陥った。同年6月に今度はメディカルチェックに合格し、デュースブルクに2年契約で無事加入した。2部のデュースブルクでは8得点を挙げ昇格に貢献したが、翌シーズンの一部の舞台では無得点の日々が続き、2008年1月の移籍市場終了直前に2部の SC フライブルクへ移籍フライブルクでの1年半は、 ロビン・ドゥット監督の下で、レギュラーとして25得点を挙げる活躍を見せ、ファンから一番人気を集めた。フライブルクから契約延長のオファーがあったが拒否し、2010から11シーズンに自由移籍で、ボルシア・メンヒ・エングラートバッハへ2年契約で移籍し、33試合5得点を挙げた。2011から12シーズンになると、リュシアン・ハーブル監督の構想外となり、 2011年8月31日に2部のアイントラハとフランクフルトへ加入。7節のアウェーエネルギー、コットブストのデビュー戦で89分に初得点を挙げ、8節のハンザロストック戦、9節のディナモ、ドレスデン戦で、それぞれ2得点と3試合で5得点と量産し、最終的に14得点を挙げ昇格に貢献した。 ものの、2012年7月27日に2分の1、FC カイザースラウテルンと契約した。ユース時代に 1999FIFA、ワールドユース選手権に出場。A 代表としては2003年にデビューを果たし、同年の FIFA コンフェデレーションズカップ2003に出場。コンフェデレーションズカップでは、前後試合に出場し、チームは、準優勝するも得点を上げることはできなかった。 それからほどなくして代表から遠ざかり2006年に呼び戻されるなど定着はできずにいたがポール・ルクエン監督の下ではレギュラーとしてサミュエル・エトーとコンビを組むまでになり2010フィファワールドカップのメンバー入りを果たしたがグループリーグ再開で敗退したまたエトーとのコンビにはピエール・ウェボやエリック・マキシム・シュポーモティングが選ばれイドリスは全3試合途中出場だった A.B. カメルーン、イドリズ・モハマド・オーバティイル・ソベイ・マチェング・ラッドバック、モー、マネー・ホー・イドリズ・カノー・バー・サイン・セルブ、イドリズ、スイッチ・ホールズ・スルー、イドリズ・ジョインズ・ゼブラス・オフィシャル、ボルシア・モネッキング・ラッドバック・サイン・キャマーン・ストライカー、モハマド・イドリズ・フロム・フライブルク、アイントロクト・フランクフルト・バー・フライテッド・モー・イドリズ、フォン・ムーン・シャング・ロッドバック、 イドリズ・リーブス・フランクフルト・モハマド・イドリーズ、選手プロフィール、ありがとうございます。